おはようございます。3月3日水曜日、新聞コラムの音読を行います。今日は3月3日ホモノセックの日ですね。3月3日水曜日、三経名の音読を行います。今日の三経名の表題は次のように決めてみました。国家の危機、国家公務員離れの現状。では音読します。民間銀行との会合から帰ろうとしたら雨が降ってきた。その時相手から傘を借りるのはいいのか悪いのか。旧大蔵省で笑い話のような議論がなされたことがある。平成10年大蔵省は過剰接待問題で厳しい批判にさらされていた。いわゆるノーパンしゃぶしゃぶ事件である。当時官僚中の官僚として霞が関に君臨していた大蔵官僚がこともあろうに風俗店でいかがわしい接待を金融機関から受けていた。贈収賄事件に発展し官僚4人が逮捕され、112人が処分を受けた。事件は大蔵省解体の引き金にもなった。冒頭のような議論の延長線に作られたのが国家公務員倫理法である。山田真紀子内閣広報官は結局辞職に追い込まれた。総務審議官当時に菅義偉首相の長男が勤める放送事業会社東北新社から7万円を超える会食接待を受けていた。すでに処分が発表されている他の総務省幹部を含めて倫理法の趣旨は十分承知しているはずである。山田氏を続投させる意向だった首相の対応は完全に後手に回った。政権への打撃は避けられていない。いや、事態はもっと深刻である。国家公務員離れが指摘されて久しい。キャリアと呼ばれる幹部候補の総合職の志願者数は令和2年度では過去最少となった。合格者数で常にトップとなる東大でも減少が目立つ。長時間労働や深夜残業などブラック企業のイメージが敬遠されて、給与面でも恵まれている大手企業に流れているようだ。一方で若手官僚の退職が相次いでいる。一連の不祥事によって官僚バッシングが厳しくなれば激しくなれば、その傾向に拍車がかかる。若きエリートたちが国のために働く気概を失えば、まさしく国家の危機である。令和3年3月3日水曜日、三経名の音読を終わります。次に世界のコロナ情勢を見てみます。2日現在の新型コロナウイルス感染者数の多い国、アメリカ、インド、ブラジル、ロシア、英国、フランス、スペイン、イタリア、トルコ、ドイツ、
世界全体で患者数1,448,829人、死亡者数2,539,926人、アメリカ・ジョーンズ・ホプキンズ大学の2日現在による集計です。次は尖閣の情勢、尖閣の情勢です。尖閣周辺に中国公船18日連続、中国海警局の船2艘が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは18日連続。領海に近づかないように第11管区海上保安本部がの巡視船が警告しました。以上です。ありがとうございました。